はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル。今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、今回はマリオ VS ルイージツアー開幕ということでですね、こちらをやっていきたいと思います。僕自身ね、ちょっと初めての、この VS ツアーということでですね、やり方もわからないので非常に今回不安があるんですけども、まずは、前回のですね、なんだっけ、サンセットツアーのファイアーブロスカップ、こちらの結果発表の方を見ていくこととしましょう。あ、先に説明が来たな。VS ツアーが開幕しました。すべてのキャラが2つに分かれてチーム戦をします。いやー、もう全然わかんない、全然わかんない、全然わかんないな。あ、説明がある。 VS ツアーって別画面に飛んじゃう。 VS ツアーではチームメダルと呼ばれる特別なメダルを集めてチームの勝利を目指します。あ、そういうことか。あ、道にメダルが落ちてるってことかな。なるほど。応援するチームを決めよう。今回の VS ツアーでは全てのキャラがチームマリオとチームルイージに分かれて競います。まずは自分が応援するチームを決めましょう。選んだチームのリーダーのキャラがプレゼントされます。おお、そうですか。マリオは貫突してるからいらないんだけどな。キャラがプレゼント、マリオは貫突してるんですよね。レベルマックスになってるんでルイージが欲しいかな。でもマリオ使いたいもんな。どういうふうに言えばいいんだ。あ、メダルがこういうふうに落ちてるんですね。マリオのメダルでございます。応援するチームのキャラでレースに参加するとコースに配置されているコインやアイテムコインなど一部がチームメダルに変わります。またチーム戦での勝敗やスコアに応じて、チームメダルがもらえますと。さらにボーナスタイム実施中は取得したチームメダルにボーナスが加わりいつもより多く獲得できます。たくさん集めてチームを応援しましょうということですが、こんだけ読んでもよくわからない。こんだけ読んでもよくわからない。集めたチームメダルでお買い物。なるほど。あ、バナナパラフォイルは貫突してるからいらないな、個人的に。あ、来た来た来た。これこれこれ。チームメンバーはこちら。わー、ちょっと皆さん、ちょっと待ってね。僕、ちょっと黙って見るから、ちょっと待ってて。はい、読んできました。皆さんもちゃんとこれを見てからチーム決めましたかね。自分の所持状況を含めて。まあ僕はね、もう結構すぐ決まりましたね。これはね、チームマリオにします。はい、すいません。もう皆さんチーム決めてると思うんですけど、みんなに当てはまるところじゃないのでね、勝手に聞いていただければいいんですけど、まずは、メタルマリオ。僕、レベルマックスにできてるんで使いたいですよね。あとは、袴マリオもコインボックス系ですよね。うん。で、ドンキーコングも使いたいし、ピンクゴールドピーチ。そして、バケーションピーチ。うんうん。そして、ウェディングピーチ。いいね。あとは、下の方行くとポリン。パーティーバージョンも通常バージョンもポリンを持っている。そしてドンキーコングのスーパーファミコンバージョンを持っているというところですね。まあ、ノーマルキャラの方は、これ何なんだろう、これ。なんか誰がどう見てもマリオチームの方がキャラ強そうなんだけど、そんなことないのかな、みんなが見て。ちょっと不安だな。そしてクッパの敵キャラの面々が全員ルイージチームにいるし、ちょっとよくわかんないな。ルイージチームの方が、なんか、いろいろ有利ですよとかあんのかな。ないよね。ということでマリオチームにします。はい、画面戻ってきました。ということで僕はチームマリオにします。マリオが1枚もらえるのかな。このチームに決めた。新しい試みは不安だわ。でもマリオいらないんだよな、ほら。はい、1500コインありがとうございます。おー、 VS ツアースタート。レースでチームを応援しよう。あなたはチームマリオですよ。ホーキドーキーかな、言わんのかい。はい、ランキング結果の方に戻りましょう。前回の動画皆さん見ていただきましたかね。ディノディノジャングル X のリベンジ会ね、点数3万点出すまで終われません。そちらよかったらね、先に、見てきてくださると、まあ、それ以外にもね、その他のコースも全てよかったらね、ファイアーブロスカップの、戦いをね、見ていただけるとよくわかるかなと思うんですが、ここからはね、ネタバレも踏まえますけども、まあ、あの時点では1位でしたね。はい。1位になんとかなれたんですけども、最後の数時間で逆転されてない。素晴らしい。リーグも52に上がりました。さらなる猛者の集まるリーグ52になるんでしょう、おそらく。いやー、ルビー40嬉しいなー。あー、ランコインもいっぱい嬉しいなー。アンロックチケット4枚もでかいなー、嬉しい。はい、フレンドの皆さんありがとうございます。ということで最終的な結果がこちらですね。うん。ディノディノジャングル X の、
リベンジ会の動画を出させていただいた時と特に変化はありません。200点最後にまくれたのはディノディノジャングルが、あの時点で僕2万7500点が最高点だったところから一気にね、5500点更新したことによって一気に順位4位からトップまでまくらせていただきました。徹底的に走り込んだ甲斐があったなというところですね。ああよかった。さあでは土管を見ましょう。ビルダーマリオとビルダールイージが出てきますというところで、あ、このスターのやつは持ってるな、レインボーシューター、うんうん、これも持ってる気がする、スノーモービル、よしよし。さあビルダーマリオは前から来てますね、ハンマーと。じゃあビルダールイージはハンマーと。変わり映えしない兄弟だな、まったく。OK、わかりました。はい、ではこちらがトップ画面となっております。この辺がよくわからないんですけども、何なんでしょうね。一番上の図を見ると、マリオとルイージがね、なんてグラフがあるんですけど、これがどういうことなのかちょっと僕には今のところわからないんですけども、あ、リーグ52に上がってますね。嬉しいですね。はい、ショップ画面にやってきました。メダルショップということで、まあマリオメダルをたくさん集めるといろいろと買えますよというところですね。こちらのレアのねものっていうのは結構ありがたいんで、50枚でどんどん買っていきましょう。ちょっと僕自身にとっては運がないですね。ドンキーもバナナパラフォイルもなんだっけ、この、コーラパラシュートも貫突しちゃってるので、まあコインをたくさん欲しい場合はこれで買おうっていう感じになりますかね。うんうん、いろいろあって、あーすごいですね。ラインナップは充実してる、楽しい2週間になりそうですね。はい、今週のリーグショップはアイスマリオが1万2000コインで出てきたと。お、僕はアイスマリオを持っていないので1万5000コインもしすぐもらえたらアイスマリオにしようかなっていう感じですね。これは嬉しい。はい、すいません、では話が長くなってしまいましたけども、今回はリーグ対象がマリオカップというところになっております。後半は間違いなくルイージカップでしょうね。お、今回ごめんなさい、ルイージカップもチラ見しちゃいましたけども、マリオカップもルイージカップも全てのコースがエクストリーム系ですね。あ、それだけじゃないな、あ、全コースエクストリーム系の今回コースなんだ。これはすごいな。ということでね、今回はマリオカップの、全3コースを下見していこうと思うんですけども、まあ、いつも通りです。その他のコースすべて、星を出していきたいと、思いますので、星5を獲得してこようと思いますんで少々お待ちください。行ってきます。はい、では帰ってきました。一瞬で帰ってきたような感じですけどね、実は1日経っております。いや忙しくてね、失礼しました。動画すぐ出します。ということでその前にですね、土管ですね。はい、来ました。土管2つ解放されましたので、ビルダーマリオ、ビルダールイージを狙って引いていきたいと思います。行きましょう。これも赤色になってるな。はい、残念ながら緑。うわー、一番初期というか。さあ2つ目行きましょう。この画面もチームの色なのかな、赤いけど、ルイージチームの人は青なのかも、緑かなのかもしれませんが、あー残念、ウルトラは出ませんでした。ドン、うわー、しかも持ってるやつ。では下見動画やっていきましょう。まずは1コース目マリオサーキット 1RX ですね。先ほども言いましたように全て今回はエクストリーム系ということになっております。さあ、まずマリオサーキットに関しましては、キャラはウルトラが5枚、そしてレアが3枚ピックアップされておりまして、まあ、今回はチームも言わないといけないですね。ウルトラが、これ僕が持ってないやつは分かんないけど、多分マリオだから。マリオだからマリオチームだよね多分ね。ウルトラは全部マリオチームなんだこのコースに関しては多分。あ、違うな、ゴールデンのこの子だけルイージチームか、うん、あとはマリオチームのキャラなんですよね。でレアに関しても2つマリオチームで1つルイージチームということですか。このコースに関してましては、マリオチームの方が優勢なのかなというふうに思いますね。ただやっぱり一番フィーバー、ごめんなさい、一番点数が出しやすいのは、こちらコインボックスがスペシャルスキルのゴールデンのこの子のレベルを上げている人がね、一番点数は出しやすいと思うので、まあ、その点ではルイージチームの人が有利とも言えるかもしれません。そしてこちら余談ですけども、アイスマリオですね、これ買いました。今回のなんだっけ、リーグショップですねの方で買わせていただきまして、僕自身初めてのアイスマリオなので、今後使う機会があると思います。さあ一応走るんですが、これはまあ一応マリオで僕は行きたいと思います。さあマシンですね、マシンは結構今回ピックアップされてて2、4、6、ウルトラ7枚、
そしてレアが4枚ピックアップされているよというところになってまして、まあ何かしら皆さん持ってるんじゃないでしょうかというところ。そしてあとはこのレベル3、鍵レベル3って書いてあるやつは、このマシンのレベルが3までいっていると、ピックアップに入ってくるよというところなので、この2つのマシンを持っているよっていう方はですね、そのレベルを上げてみてもいいかもしれません。例えばこれね、弾丸ダックもレベル3までやると、これも一番上のダンス、アクションポイント2倍になりますのでということですね。まあ、僕はこのダブルデッカーを使っていこうと思っております。さあ最後グライダーですね。グライダーはウルトラが5つ、あー間違えた、ウルトラが5つとレアが3枚、そしてこちらノーマルですねのもピストンカイトがピックアップされております。今回ピストンカイト確か、リーグショップの方でも売ってると思いますね。皆さんね、必ずここはコンボつながりやすくてボーナス3倍というところで、やれるんじゃないでしょうか。では僕自身はこちらですね、うん、ゴールドカイトおなじみですけども、これでやっていきたいと思います。環境は悪くない、レベル6、レベル4、レベル6でいきたいと思います。はい、ではマリオサーキット 1RX やっていきましょう。え、 1RMX じゃないな、 1RX か。さあこのコースなんですが、もうおなじみさ、この赤いコインですね、この赤いコインがまあ一応チームコインということになってまして、僕マリオチームなので、マリオチーム、あら、マリオチームの人がマリオチームのキャラを使うと、このピックアップが、ごめんなさい、このコインが出てくるとコース上にね、いうことになっておりまして、このコインをたくさん集めると、ショップで、いろんなものが買えますよというところになってますんで、皆さんできるだけ、自分が選んだチームのキャラを使うのがいいですよというところになっております。わー、ちょっと調子悪いな、スマホが。よし、スマホの調子の悪さのせいにしたくない、できるだけ。うわ、後ろから来てる。よし、あー、コインフィーバーした。さあこのコースなんですが、よいしょ、降りたい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 、よし、あ、1位になれるかな、危ない危ない危ない、よーし、ナイス、いい点数じゃないでしょうか、下見の割には。はい、このコースは星5のボーダーが5300点ですので、1600点、ね、星5のボーダーの2倍ぐらいいくと高得点と呼べるんじゃないでしょうかというふうに僕はいつも判断をさせてもらってるんですが、それから比べるとね、17983点、十分いい点数なんじゃないかなと。なんて言ったってコインフィーバー拾えたんで、ゴールドカイトかな、さまさまですね。さあそして集めたコインのところを見ていただきますと、このマリオコインが30枚というところになっておりますんで、これショップで使いますんで、先ほども言いましたように、ぜひね、自分が選んだチームのキャラを使って走っていただけると、このコインが出現しますので、やってみてください。はい、では2コース目マリオサーキット RX いきましょう。これは面白いですね、マリオサーキット2つ出てるんだって感じですけども、こちらは 3DS のマリオサーキットということになっております。さあキャラは、あ、ここは一転して全て、ウルトラのキャラというところ、しかし7枚、ピックアップされておりますので、まあ、なんとかね、この7枚のうちの何かを皆さん使っていただけるといいかなと思います。今回のビルダーマリオもここでピックアップされております。ちょっとわかんないな、マリオ、ルイージ、ルイージ、マリオ、これはマリオだと思うので、このマリオサーキットに関しましては 1,2,3,4 キャラ4つマリオチームで、3つがこのね、キノピーチと、このペンギンみたいなルイージと、この普通のルイージですね、クラシックルイージかがルイージチームというところになっておりますので、多分今回のマリオカップはマリオチームがやや優勢で、次週ですねのルイージカップがややルイージチームが優勢になるようになってるんだと思いますので、現在ね、実際マリオチームが少し優勢ですよっていう途中経過も入ってきましたので、まあ、そんな感じかなと思います。ただ僕自身はこのコースに関しましては残念ながらキノピーチを使わざるを得ない状況ですので、まあ、別にルイージチームのキャラを使ってからいけないということはないので、皆さんその辺は、自分の点数をね、しっかり出すためには自分の中で一番優秀なキャラを使った方がいいと思いますんで、その辺はコイン集めとは別で考えていただけるといいかなというふうに思います。なのでキノピーチ使います、すいませんマリオチームの皆さん。さあマシンは 2,4,6,8台、ウルトラがピックアップされておりまして、1台、レアがピックアップされているというところになっております。僕自身はこの、はい、ブラッククイーンウルトラレアですねがレベル4だとアクションポイント 1.2 倍、ポイントブースト3倍、
はい、そして H2O、 こちらはレアでレベル5なんですが、アクションポイント 1.15 倍、ポイントブース4倍。これはなかなか迷うところですね。今回はこっちにしとこうかな、ブラッククイーンにね、強化はできないのか。ちょっと迷うところですけども、この辺はね、微妙な差なんでね、ちょっとウルトラの方で行こうかなというふうに思います。さあ、グライダーですね。グライダーもウルトラが6枚とレアが1枚ピックアップされておりますんで、こちらのレアの番傘。前回のツアーでね、番傘皆さん漏れなく変えたと思いますので、前回のツアーからやってられる方はね、番傘持ってるんじゃないかなと思います。さあ、僕自身はこちらね、桜にピーチ花札をレベル4にしてありますので、こちらを使っていきたいと思います。では、オールレベル4、この環境でいきたいと思います。はい、では 3DS のマリオサーキット RX 走っていきたいと思います。特に話すことないな。このコースもでもね、たくさん今までもうやってきてるんで、皆さん慣れてると思うんですけど、結構ね、コースも長くて、あらちょっとすいません、一瞬カットしたと思うんですけど、ちょっとあの不必要な情報がちょっと通知として出てしまったので、一瞬カットさせてもらいました、すいません。よし、まあ、このコースの RX はね、まあ、いわゆる誰でも、なんだっけ、フルコンボが出せるよみたいなね、コースになっておりますんで、皆さんぜひね、フルコンボを狙ってください。ここかな、肝は。ここで持たないことがあるかも。うわー、今日スマホの調子悪いんですよね。ずっと触ってたからかな。よいしょ、おー、ナイス。たまたまだけど。よし、当たれ。あ、当たんなかった。よいしょ。さあ、2周目入ってくぞ。これ順位分かりづらいよな。今3位なのね。分かった分かった。危ない。あ、危ない。はみ出され。うわー、くそ。おー、すごいすごい。おー、すごい。キノピーチレベル4。レベル3からかな？レベル4からかな？すごい出ですね。すごい出で。出てる。よいしょ。よし。よし。あ、3つずつぐらい出てくれば拾えるわ。これでも拾えるわ。おー、素晴らしい素晴らしい。ちょっと他のキャラも拾ってるかもしれないけど。よし。よし。よいしょ。よいしょ。よし。持つか。思った、素晴らしい。ちょっとフルコンボではないと思いますが、悪くないぞ状態は。よいしょ。よし、危ない、バナナがある。あ、やばい、どうしよう、抜かれるかも。うわー、危ない、ギリギリかな。あー、抜かれてるじゃん、気づかなかった。しょうがないですね。はい、このコースに関しましてはですね、星5のボーダーが9200点ですね。なので18400点ぐらい出せると高得点ですねっていう部類に入るかなというふうに思います。そして同時に、今回ピックアップされている、ごめんなさい、マリオカップの3つのコースの中でこのコースが一番、アクション数が多くてコースも長いエクストリーム系のコースとなっておりますので、今回ね、点数を出すために、どっか1コース徹底的に強化しようと思われている方はこのコースで強化するのがおすすめかなというふうに思います。ただし個人的にはね、キノピーチを強化するのはちょっともったいないので、もし強化できたとしてもね、ちょっとキノピーチにしか触れないので、環境的に僕はね、特に今回このコースいじりませんけども、一番点数は出しやすいコースだと思います。はい、では3コース目、サンセット荒野 RX、 こちら行ってみましょう。クラシックマリオがピックアップされてますね。キャラはこちらもウルトラ6種類のみですか。結構厳しいですね。マリオチームが3人とルイジチームが3人、ここは平等ですかね。で、僕自身は残念ながらかなりルイジチームに加担しちゃってるな今回気づかなかったな。サンタデイジーですね。こちらはラッキーセブンプラス。どれぐらいプラスなんだろう。身にまとう7つのアイテムにさらにコインを3つプラス。あ、それはいいですね。ラッキーセブンはそういうバフがかかるんですね。ではサンタデイジー、僕は使っていきたいと思います。さあ、おお、マシーンもウルトラのみですか。サンセット荒野は前回のサンセットツアーで初登場したゲームボーイアドバンスのコースですけども、結構今回も厳しい環境。なんだこのかっこいいマシーンは。ダークバギー、かっこいいね。すいません、関係ない話をしてしまいましたけども、ウルトラレアのマシンが7枚ピックアップされているよというところ、僕自身はですね、2台持っていて、レッド B ダッシュとこちらのバナナマスターですね。これはね、バナナマスターを使います。なぜならスペシャルスキルがミニターボプラスだからですね。このスタートダッシュっていうのは、ロケットスタートプラスっていうのはよっぽど使いません。こちらバナナの方でいきたいと思います。さあ、うわ、グライダーも6種類で僕自身は1個しか持っていない。
6種類すべてウルトラでというね、結構厳しい環境です。レインボーシューター持っててよかった。今回にガチャでもピックアップされているものになります。こちらもですね、安全第一回とも今回ピックアップされております。環境結構厳しい。キャラだけはいいけど、レベル4、レベル1、レベル1、しかもルイージチームに加担していると。すいません。はい、ではサンセット荒野 RX 行きましょう。普通のサンセット荒野ですねから比べて、このまずジャンプ台がありますね。それが違いかな。ジャンプ台があって、かつ危ない危ない危ない、誰か当たって、よし。であとこのモグラちゃんが出てくることですね。なんだっけ、チョロプーか。チョロプーの穴をうまく利用してアクション数を稼ぐという形になってるんだと思います。もう元のコースの原型ないレベルですよね、このコースの場合ね。さて、でここもジャンプ台があると。うん、素晴らしい。はい、ミニターボ、ミニターボダッシュ。危ない、なんでなんで、なんか後ろから狙われてるな。よし、アクションアクション。おお、わあ、ちゃうちゃう。あー、そうか、モグラの穴がなんかついてくるのね、あんな感じで。あー、ちょっと続かなかった、すいません。恥ずかしい走りをしてしまった。ミニターボを出せなかった。さあ、チョロプーの穴がいっぱいあって、それを使ってアクションを増やす。よしよいしょ。あ、バナナ踏みそう。自分の踏んだわ、ちゃんとちゃんと踏んだ。フィーバーが来ないな。ちょっとラッキーセブンとかで、なんていうんですか、一気にね、形勢を逆転させたいんですけども、なかなかそうはうまくいかないっていう感じですね、現状ね。来たーすごい大きい声出しちゃった。いつも出してるけど、すいません。あー、もう終わりじゃん意味ね、意味ね。こんな感じでした。うん、下見にふさわしいぐらいの記録ですね。はい、このコースも非常にアクション数が多いみたいで、コースはそんなに長くは感じないんですけども、星5のボーダーが9500点というところで、2コース目のマリオサーキットよりも、ボーダーが高いので、ひょっとしたらここが一番の強化のしどころになるのかもしれません。僕自身もバナナマスターのレベルは1つぐらい上げてもいいかなとは思ってるんですけども、なのでこのコースも、1万7000点ぐらいまで行くと高得点という部類になるコースでございます。皆さんもそのぐらいを目指してぜひやってみてください。はい、では下見の段階での順位は11位というところでございました。リーグ52まで上がってきて感じることは、これ今ランキング始まってからまだ1日、ほぼ丸1日ぐらいかな、経ったところなんですけども、19人の方がちゃんとね走ってるっていうのがやっぱりね、素晴らしいですね。やっぱ下の方のリーグだと、あ、なんか参加してねえやついるじゃんみたいなね、感じになりかねない時があると思うんですけど、一生懸命やってる方からしたらね、まあラッキーと考えるか、まあ寒いなと考えるかはね、人それぞれですけども、みんながしっかりね、リーグに参加する意欲があるっていうのは、一緒にやっていて、嬉しいなという気はしますね。こっから順位は個人的には上げていけるように頑張りたいと思います。さあ、ではマリオ VS ルイージツアーということで、今回マリオカップ下見していきましたけども、いかがだったでしょうか。総括としましてはですね、すべてエクストリーム系のコースなので、点数のボーダーはかなり高くなる。すべてエクストリーム系のコースとなっておりますので、マシンの、レベルが非常に重要になってきます。アクション数が多いので、一つ一つのアクションに対して、ボーナスが、をかかればかかるほどですね、点数の差がじわじわと出てきますので、今回はマシンをしっかり強化するということを皆さん、考えていただけると、点数は出しやすくなるのかなというふうに思います。多分フルコンボはたやすいと思うんですよね、アクシデントがなければね。なので大事なのはコンボをつなげることというよりも、一つ一つのアクションに対してしっかり点数を、重ねていく。つまり先ほども言いましたように、マシンのレベルが重要と、なる2週間かなというふうに思います。では今回の内容良かったよって方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回以降一つ一つのコース走り込んでいきたいと思いますので、ぜひそちらの動画も楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。